皆様、ご無事でようございました。何者だ、妖魔の類か。私はかぐやと申します。先回より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。嫌な予感がしていた。なぜ彼らが残り俺を先に進ませたのか、その意味に気づき、戻った時にはもう もう一度があるのなら。結束すれば何者にも負けはしないからだ。しかり、まあこういうノリも嫌いじゃないよ。無事だったか。四条殿に心配されるなんて、私もまだまだね。たぶん可愛げがねえな。お血は喧嘩は戦の後でな。半兵衛、起きよ半兵衛。不明瞭な発言だ。説明するにはちょっといろいろ面倒なんだよね。えいだだ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 だ。失礼。兵は小田原城に向かうのではなかったか。ああ、それやめたんだ。さ、行こう。類化によるはただの妖魔とも見えない。何にせよ判断するには材料が足りない。奴の力量今少し見極めるとするか。俺がタワI'm
ついた人を切るのも切られるのもなし。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。ちょっと厳しいかな。なんかいい。あんた休養期でしょ。諦めちゃダメよ、絶対。かぐや、人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。私は確信している。かの幼者は必ず人界の強者によって滅ぼされるだろうと。これは一体何だ。何か来てくれ。人間みたいね。やれやれ、とんでもないのがいたものだ。化け物か、こいつ。見たところ人間のようだが、邪悪な輩に組みするか。ならばネメヤとディンガルの精兵が相手をしよう。行きなさい。エドン、どうせ協力するつもりなんかないんでしょ。ではあの娘に監視をつけるのですね。そんなことしない。ですがそれではカグチン、人間すごく理不尽なの。たとえ敵でも不幸になってもらいたくないって思う時がある。
ラミタマソワカオンオロチアラミタマソワカオンオロチ。完了。見事な技よ、異界の客人。見つけたぜ、ひよもり。改めて問おう、お前は何者だ。名は四天道士、それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いいや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。逃げても無駄だよ。あんたはここで死ぬんだ。冗談。戦うの？不意打ちのつもり？そうよ。無駄なのに。Hook!
ラッキーを捕らえよう。しましょうか。気を使わなくていいのよ。これは私のお仕事なんだから。さようでございますか。では失礼いたします。どうも。ダッキに下れた。見下げ果てたぜ兄者。いや、カウン！正気様が叩き切ってやるから覚悟しやがれ！いつぞや聞いたような物言いだな。言い訳はすまいぞ、欲徳。すべてはこの刃で語ろう。遠慮はいらぬ。かかってまいれ。頑張ったらね。金継ぐが逃走、天も読みせ。あおかしいね、わしら。雪村も金継ぐも敵なのに、その活躍を自慢するなんて。こうさ、親方様。はい、どうした。劇的勝利に男泣きか。だってもう会えないと思って。てか泣いてません。うん、いつもの小僧に戻ったな。急ぐとしよう。相模の獅子に獲物を狩り尽くされんうちにな。世界が変わろうと貴様への恨みは消えん。だがこの世界には貴様が必要だ。正しき義を貫くため、ひととき復讐の刃を収めよう。オロチ様。そこか。見よ、これが我らが守らんとしていたものだ。
ん。逃がさぬ。ダッキー、やはり裏切ったか。別に裏切ってないわよ。太公望さんだって気づいてるんでしょ。あの蛇はオロチ様、制御を失って暴走するオロチ様の力そのものだったら、オロチ様を復活させるのが一番冴えたやり方よね。いいな、ナレの行動は滅びを早めるのみ。すでに遅かったか、滅びは避けられぬ。私がなるはずだった存在か。何の感慨もわかぬが、人の未来も貴様らには滅びてもらおう。僕が三度も人間に負けた。俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのかな。我らは一人ではないからだ。どれほど重きにも助け合い支え合うことができるのです。我らを信じ、幼者討伐の戦お任せくだされ。ああ、人の力は見誤ったようだ。まだよ、まだ足りぬ。
号令が欲しいところじゃねえ。さて、ふさわしきは誰だ。困難に屈さず、時を超え。俺たちを集めたドワフォードンしかいねえわな。カグチン、呼ばれてるよ。地連れに滅ぼすのは惜しい。その心を大切にすることだ。他者を慈しむことができる。お前はもはやオロチの分身ではない。お前はお前になったのだ。よし、じゃあ行くぞ。さあ行くとしよう。世界の命運を決する戦、誰ら人間に任せるわけにはいかぬ。我らを認めてはくださらぬか。いや、そうではあるまい。
我らが眼中にないなら立ちはだかることすらせぬはず。超えてみせよと仰せか。教示よ、ゾウ。自身の力で我らの未来を開くがいい。どうした人の子、我をしのいだはまぐれか。見せるがよい我らの底力。露払いは我が引き受けよう。話し合ってみたら。人間が争えば世界はまた滅びに向かう、うん、何度もこんなことがあったら面倒くさすぎですよ。我らが英雄殿の仰せだ。わしらそろそろ仲良くしてもいいかもね。また来なさいよ。今よりずっといい世界になってるはずだから。はい。寝て暮らせる。ついに平和を取り戻したのだ。戻ったものはでかいが、戻らなかったものも大きいな。じゃあな。
この状況、味方の援軍は望めないか。となると、敵のものを拝借するしかないわ。仕方ない、ね、敵を寝返らせるのは俺だよ。もしかしてあの罹患の警戒、まさかこの目で見ることができるなんて思わなかったな。嬉しいよ。そうやって見せる隙、わざるな。俺が敵なら遠慮なくそこを作るよ。ま、今はどうでもいい話だ。キリがねえな。父さん。おお、息子よ。感動の再会に浸ってる暇ねえぜ。やろうと心中なんて勘弁してもらいたいんだがね。いやいやいや、俺と父さんが揃えば楽勝だって。いるなあ、息子。宗重様は怒った顔の銀千代ちゃんが好きなの？な、何よ。やっと会えたんだし、笑顔で迎えてあげればいいのに。あま、これが銀千代の可愛いところなんだ。黙ら、もう知らん。何をしてる？いや、お顔エロを綺麗で買い足をすぐに。何、残念なお方どすな。な、なんだと。力も額も薄のも。なんや、おかわいそうなこと。どうか気を落とさないでくださいね。死刑のやつらめ。器まで可愛らしく、かわいそうなのですね。敵の増援が迫ってる。お前ら、そんなことをしている場合か。やれやれ、勝負なら戦場でつけてこい。分かってんじゃねえか、おっさん。さあ、仕切り直しだぜ。私は頭も手足も鈍いようだ。いいな、お前は今蹴鞠の声なき声を聞いたのか。一つの鞠を落とさぬように互いが互いを支え合う、これが和の心。それを鞠がお前に囁くのだ。龍禅殿、今一度蹴鞠をな。あんたのためってわけじゃないんだけど。美人に頼まれちゃ断るわけにはいかんじゃろ。結局お宝は見つからずかよ。こうやってると悟空たちと天竺に向かった時のことを思い出しちゃうな。ははわしが悟空で小右衛門が俺様が超悪界かよ。じゃあ上等が佐五条か。なんで俺が納得いかないってのは。
願い、万獣解放戦。うん、助かったのじゃ。そちたち怖い顔をしておるが良いやつなのじゃ。バカめが。お前を助けたのはその成り行きだ。うん、さようか。でも嬉しかったのじゃ。そうか。興味深い武器をお持ちですね。少々私にお貸しいただけませんか。嫌なこと。仕組みを知りたかったのですが、残念ですね。おう、引き分けは。ならば実力行使いたします。いい。高名な才女とお手合わせ願えるとよき修行となり申そう。この程度で弱音を吐くとはな。師匠に名高いリクソンも大したことはない。ソヒ。せっかちですわね。今の私は敵ではない。信じろとは言わん。貴様の最地、炎のごとくと誇るのだ。我らをものみ、燃え立たせてみせる。はっ！相変わらず見事な腕だな、聖祭。その力があれば職を守り抜けるだろう。だから自分のことは忘れて引けってのがいい。そいつはいい気じゃないね。拙者は信長様の恩義に報いねばならない。意地を貫かんとするならば黙して戦え。構えて勘弁。わかった。制裁。紹介殿、かような世界の危機になぜ。世界の危機など知らん。私はただ目の前に伸びる英達の道を歩んでいるだけだ。乱に乗じて己の勢力を拡大しようだって。あなたは何を考えているのです。そなたの振る舞いは間違っている。負け犬。
私の邪魔をするなら処分するだけだ。うつろな目で何を見ているの？私の目に映るのはただ一人、憎き仇の姿だけ。素敵ね。宿願を果たした時、あなたはどうなるのかしら。憎しみが生み出すのは悲しみだけ。だからあなたの目はそんなにも悲しい。探したぞ。私たちと一緒に行きませんか。悲しみが少しは薄れると思うから。おおおおおお、そうかそうだよな。あの親からあの娘か。まったく、要は想定外の楽しみに満ちているね。角角のもしや胸が悪いのでは。人の命はいつ何によって失われるかもしれない。だからこそ今を楽しまなければね。美しいお嬢さんだ。こんないい天気は酒でも飲みながら共に語らいませんか。クラチです。てめえ、俺らの目の前で娘を口説くた。なかなかの豪胆。閣下殿、命がけで今を楽しんでいるのですね。このようなところであなたを失うわけにはいきません。お主の知恵、まだまだ必要とされておるぞ。やれやれ、人使いが荒いね。戦場を駆け巡る様、春のつむじ風のごとくだ。吹き止まず花の嵐を巻き起こすか。くだらぬ先を打ち出す。お前を倒すためにいらぬ勇気を使い切っちまった。俺と再契約してくれるか、お化けさん。風も契約には縛られるのだ。風、何者も縛る。お二人の結びつきは契約のみにあらず、あえて申さば絆ゆえですか。その分かち難さ、錦を織りなす糸のごとくです。お前の回りくどさは糸がこんがらがるのごとくだぜ。人の子の戦い認めてはやれんか。無駄だ、復帰よ。この石頭にそんな度量はない。太鼓、家具、そして我らは、それほど入れ込むのが人の子。な
ならば真に我を超えてみせよ。くだらん茶番だな。変なんだ。負けたのに気分がいい。すがすがしいっていうのかな。こういう。空が裂ける音がする。地が割れる音がする。急がなくては。たとえ滅びが避けられなくとも諦めたくない。かけがえのない方々をお守りすることを。地にあらず世界の意志に従い全てを滅ぼす者。我絶対の破壊者なり。生じた今なら、あるべきものをあるべき時代に戻すか。わしらの力を集めれば世界を切り分けられるじゃろう。解く。すまない。何かを忘れている気がしたのだが。夢を見てた気がします。むちゃくちゃだったけど楽しい夢でした。ならよかったんじゃねえか。ですよね。天地に満たす。
りゃ。これ、婚姻の力なんかな。何をやっているのです。私たちは平和を誓った同士。それがなぜこのような真似を。なぜですか。あなたが言い出したことではありませんか。バカな。私はダッキたちと戦って、その後呼ぶがよい。これでまた面白くなりそうね。そこで何をしているのです。あらら、お邪魔虫。わらわに任せよ。わらわの大切な者たちはみんなどこへ行ってしまったのじゃ。無事であればよいが。父上からは、お前はうるさいぐらい明るい娘と聞いていた。バカめ、貴様に暗い顔は似合わぬと言うておるのじゃ。励ましてくれるのか。ありがとうなのじゃ。トム、しょんぼりしていても皆は取り戻せぬのじゃ。まずはダッキーを見つけねばならぬ。教えよ、皆をどこに隠したのじゃ。それは様は危険です。離れて。この何のじゃ。見えるものに惑わされてはいけません。お？彼らは、いえ、これは言葉も思いも届かない、ただの似姿です。やはりか。じゃあ、こっからは遠慮のをやらせてもらうわ。
雪村、わし、そんなに格好悪くないよ。はっ、親方様。ならば、こちらの親方様は一体。これって、どういうこと。これがこの空間から抜け出す道ってやつか。わーい、これで帰れるんだね。私一番。あ、おい、アナウラメシア、このわらわがそちら謎に。恨み事はまた石の中でお願いしますよ。終わらぬ、終わりはせぬぞ。わらわは必ず力を。これでいいでしょう。今この一時はでしょうけれど、つまんないの。まあ、いいか。きっとまた。わらわの負けよ。これはそなたらに渡そう。じゃあわしらが預かるよ。あぶねえ。その手は二度と食われず。て、あ、ん？いなくなっちゃったかね。これは。
それ以上は千なきことか。おめえ何する気だ。逃がしません。あのあやかしの飛びゆく先に、まことの敵が待っている。守れなんだ。守るべきお方を。じゃが今度こそわしは。復帰か。王龍。の力によってな。えい待て。あのお方とは。それは信じがたきことの上、王龍様にお伝えしたき義務。鏡を持って魔物を意のままにする。あの女の言葉は本当であったか。変態。やめよ王龍、これは魔物を封じる心境ぞ。まだまだそのように俺たちをたばかるか。このようなものがあるから。ならぬ。出て。おう、いや、あの姿は。
ぞわしは。ここから先へは行かせないよ。君がオロチ？いや、君が誰かなんてどうでもいいよね。僕がここで倒すんだから。このようなことになってしまったか。王竜、いやオロチよ、神はケイを捕らえねばならぬ。今です、心境を。おう、小賢しい、鏡などに封じられるわらわではないぞ。お見事でございました。
皆、ようやってくれた。天帝になり代わり、礼を言わせてもらう。お主らも知る通り、こたびの騒ぎは、横島な願いと、些細な行き違いから生じたものじゃ。じゃが、雷動する思いと力は、いかなる苦境をも打ち砕く。それをお主らは、わしらに示してくれた。ああ、願わくは、人界も仙界も、そのようにあり続けたいものだ。さあ、あなたたちと世界とあるべきところへ返しましょう。それが天帝、そして私たちからのお礼です。紡いでください。あるべき時、あるべき空の下で。あれは何だったんだろう。まさしく一睡の夢のようでしたね。退屈しない座教ではあったな。ほんのひととき留守にしただけでこのありさまか。あの妙な兵たちを操っていたのはあなた？妙なとは心外な。あの士気たちは私の留守中この地を守っていただけのこと。士気？まさか貴様は阿部の生命？おや残念。せっかく遠い時空を越えてきたというのにここでもその名に縛られるか。時空を越えて？ああ、ちょっとした散歩だ。あなたが孫悟の将に力を貸していたのですね。ええ、彼らが押されているみたいだったから。諸葛閣殿、ご無事でしたか。知り合い、じゃあ援護して目障りな奴らを消すわよ。
遅くなってしまいましたか。でも私たちが来たからにはもう大丈夫です。さあ人間たちを滅びゆく世界から救いましょう。私にお任せください。オン、バサラ、ウン、ハーン。よかった、間に合いました。捨てられるよ。よろしゅうがいい大将を担いだろう。確かにそれが描きうる大量の手か。小田原城は遠いな。あやつのことを考えておるのか。オロチ、あやつさえ生きておれば世の有様は違っておったものを。今なおオロチ様を思うか。来るがよりオロチ様復活の戦今より始めん。貴様はどうする？オロチが待ってるってんなら迎えに行ってやるさ。諦めてもなりません。必ずや活路は見出せます。そう、
こんなところで倒れるわけにはいかない。逃げてばっかりじゃ神器臭くなっちまっていかんわ。ここは一丁あがき方を変えてみるかの。怪しいのよね。おとなしい顔して何企んでるの。考えすぎるとまっすぐなものもねじれて見えるものさ。まあいいけど。女、この俺に何をさせたい。あなた戦士でしょ。ならすることは一つじゃないの。さあ行くわよ。ここも変な奴らが押し寄せてくるようになっちゃいましたね。天地が歪めとこの帝軍山は殿の御領。騒乱をもたらす輩は跋扈はさせぬ。ですよね。俺たちが守らないと。しかり我らこそ葬儀鉄壁の砦。心配いらないぜ、聖女さん。あいつらは腕が立ちそうだ。そして何よ、この俺がいる。いいえ、私も戦います。さあ、行きましょう。未来を救うために。先導が人をたばかり兵を起こすか。ダッキー、何が狙いだ。向こうには変な奴らじゃねえ、普通の奴もいるぞ。なんでだ。おいらたち普通の奴とも戦わなきゃならねえだか。ショウ、何が起きようとしているのか。今はこの刃で問うと変わるのか。行くぞ。敵にどんな意図があれ打ち砕くまでだ。ありゃナタってやつか。うん、聞けばあの呂布をも倒したゴーのものとか。おい、あんた一つ頼まれてくれ。奴との勝負に立ち会えとでも言う気か。俺たちには今なすべきことがあろう。いや、かの者の武芸、俺もこの刃で確かめたい。たぎりよって。やつを打ち払わねば先へ進めんか。
今はあんたを追ってる場合じゃないの。因縁に曇るな。今は眼前の闇を払うぞ。お前たち、この世界のものか。だとしたら何だ。姫様、いかがなされた。姫様、あなたはこの世界の姫ですか。確かに姫ではあるけど、これは姫に見通しなく飛んだご無礼を。どんな世界にあろうと、姫を守るは騎士の道。ここはこのステルケンブルクにお任せを。やるじゃない。でも吸妖鬼総将校は誰かに守られるようなお姫様じゃないの。案ずるな。俺たちは敵ではない。急いでるんでしょ。だったら私たちも一緒に戦うよ。一緒に。はい、お願いします。人間の屈辱の地である。これより妖魔を打ち倒し、妖者出現を阻止する。お前たちも円家の将として誇りを持って戦うのだ。立花は貴様の風下になど。まあ少しだけ付き合ってやろうじゃないか。今こそ名族の意向で砕き過去を消し去る時。おのども、進め！人は悲しみ、大地は傷つき、戦いはいつまで続くのでしょう。敵をすべて潰すまで終わりはしない。守りたいものがあるならそのくらいの覚悟はすることだ。ええ、それでも私は。人には皆それぞれの思いがあります。悲しみも優しさも。そしてそれを束ねることで人は強くなります。共に進みましょう。それがきっと時と場所を超えて出会った私たちがなすべきことです。
壁を背に、あなたは異なる空間を行き来し、作り物の兵を使用するとか、ぜひ拝見したいものです。何、雨土を読んでその力を借りただけに。そういうあなたこそ風を意のままにできるのか。いいえ、すべては計算の上の作品で、奇跡をご覧になりたいならそちらにいる聴覚殿が。いかにも我が術は光天の導きによる奇跡ぞ。ほう、それがあなたの世界美術か。なら、じっくりと見せてもらうとしよう。さあ、始めましょう。急ぎ救わねば、皆が危ない。敵がいっぱいいると、戦ってるって感じがしていいよね。だそうじゃ。わしらも負けてはおれんの。あ、素晴らしい働きよ。守備は上々だな。ああ、あとは何と。よっと、おれたばかりおったな。ここではわらわのみが本物、他の者に勝るは道理か。まあよい、せいぜい楽しもうぞ。いずれまたこの世界をいずる時まで。